はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう。 Google の予想だった詐欺にご注意ください。のマーキーでございますね。というわけで、結構遭遇した方も多いと思うんですよね。まあ多分これは PC の方が多いのかな。スマホの方はわかんないんですけど、突然ブラウザとかがこの画面に切り替わってるというか、なんか勝手にこういう風に来ると。youwinnerprize.com の内容。おめでとうございます。Google をお使いのあなた、本日の無料ムービーカード、ストリーミング、iPad Air 2、サムスン、Galaxy、S6 のいずれかの当選者に選ばれました。ほう、みたいな。で、OK をクリックして景品を受けてください。そうしない限り別のユーザーに当選券が移行しますとか書いてあるんですよ。まあ、いかにもね、怪しい。はい。で、こういう風に来るんですよ。で、Google ユーザーのあなたにね、なんかね、これね、たまたまね、偶然当たりましておめでとうございますみたいなね、Google さんからね、嫌いように装っております。これは、完全に、詐欺です。やっぱね、うまい話なんかそうそうないからね。こうやってただ、でも一応ただじゃないんだよね。確かね、130円かかるの、確か。135円くらいからしてかかるんだよね。で、ムービーカードスイミングなんちゃら、またこの2つで、まあ多分、iPad 的なやつが当たったりとか、ムービーカードストリーミングってなんだろうね。で、景品を受け取るには、次の3つの質問にお答えください。注意、10名の無作為に選出されたユーザーが、この招待状を受け取っており、商品は限られて数のみとなっております。で、他の幸運のユーザーに商品を受け取る権利が移行するまで時間がありますよ、幸運をお祈りします、みたいな。時間制限があるから急いだ方がいいですよ、みたいに煽ってくる。うん。で、問いが出てくる、こうやってね。Google の創立者は誰ですかとか、こうやって質問が来るからね。ビル・ゲイツさん、マーク、ジャック・クラーバーグさん、なんとか、読めない。ちょうどね、被ってんだよね。ラリー・ページさん。うん。こういう風に出てくるんですよ。で、これ質問とかに答えていくと、私はやったことないんですけど、あ、これじゃねえ。ちょっと待って。これ別のやつ。こっちですね。うん。で、これであとは、こうやってね、なんか他の人のよくあるやつね。ああいう、今よく、なんか騙す系詐欺系のやつでだいたいこういうの多いよね。なんか通販とかとは言わんけど、あとは怪しいところとかにだいたいこういう記事みたいなのがあるよね。最初は冗談だと思ったんですが、本当にムービーカード、ストリーミングは今朝届きました。その後すぐに全部の商品にサインアップしました。はぁ、あ。でね。今日 iPad Air 2が届きました。ありがとう。ムービーカードストリーミングがすごい欲しかったのに、在庫切れっぽい。でも iPad Air 2が本当にもらえた。クイズは簡単すぎでしょ。ムービーカードストリーミングが来るのは待ちきれない。ありがとう。ついさっき iPad Air 2が届きました。嬉しい。検証に当たったことなんてなかったけれど、今回は当たるといいな。前に一度この検証、賞を見たけれど詐欺だと思って放置していました。退屈だったので試してみたら本当にサムスン X6 が当たりました。こんなことあり得るんですね。ムービーガードストリームが今日届きました。ありがとうございますとかってめっちゃこのなんか体験者の声みたいなのがめっちゃあるんですよ。わざとらしく。なんですけれど詐欺です。うまい話はね、ただより怖いものはないとかいうこともあるじゃないですか。まあ、詐欺ですのでね、はい、皆さんね、引っかからないようにね、してくださいね。っていう動画です。まあ、結構、急にこういうの来るとね、あとね、これだけじゃなくて他にもいろいろありますよね。Windows アップデートとかを装ったやつもあるよね。Microsoft ですよって言ってくるやつとかもあるんで、でも基本的にはね、めったにまあ、確かに Microsoft とか自分が設定してたら、自動更新とかもあるんですけど、基本的にはね、あとウイルス対策ソフトとかもそうだけど、自分が入れたことがない、見たことのないソフト、まあ確かに自分で PC 管理してない人とかは、あと確かに自分が管理してない PC が、例えば他の家族が使ってるとかいう時にたまたま家族が知らないでやっちゃうとかいうパターンもあるんだけど、まあ、だからこういうのもね、出たらポップアップとかこういうのが来た時は、まあ冷静になって調べてみたとかね。じゃあこの件とかも、例えばこれだね、youwinnerprize.com とか、これをググったりとかすると多分出てくると思うし、まあ、Google 無料、なんだろう、私なんて調べたっけな、なんか Google で、なんだろう、これかな、Google メンバーなんとか書かれてもいいかな。で、まあ、調べる方はいっぱいあるので、まず一度ね、冷静になって、調べてみよう。そうすれば、詐欺に引っかかることは少なくなるかな。
実際スマホでもあるんですよ。なんか私一回多分やっちゃったんだよね。ウイルスの対策ソフトみたいなやつっていうか、あれかサイトを見てたら、なんか感染しちゃってますからこれ入れてねみたいなのが来て、ついやっちゃった気がするんだよな。ああいうのも詐欺だと思うんで、基本的には触らない方がいいですね。変なね、誘導はね、生地変な誘導してくるところは、まあ一回ね、しっかり調べてからね、それが本当にいいのか、多分全てが詐欺ではないと思うけど、あんまり、そう、よくわからないものにすぐに手出したとかいうのは良くない。ただ PC とかスマホは、自分がそうやって入り口を相手にね、相手から来た入り口を開けてしまう、ドアを開けてしまうと、そっからなだれ込んでくるんでね、いろんなもんがね。いらないものが来たりとか、まあ、ウイルス的なものが流れ込んできたりしたんで、自分が扉さえ開けなければ、問題はないのでね。そこは、冷静に対処していただければなと思います。というわけでね、今回ね、まあ、私の場合ね、多分人によって違うと思うんだけど、私の場合は、私、まあ、メールソフトね、ホットメールとか使ってるんですけど、ホットメールを開いたりとかしてると、この画面がよく来ます。多分なんかね、最近また増えたっぽいんだよね、これが。これどういうロジックというか仕組みになってるかわからないんだけどね。なんか隙間を縫ってやってくるんですよね、こういうのが。なんかね、2018年、だから多分本当今月、7月とか、6月とか7月かな。多分ここ最近またこの手のやつが増えてるっぽいので、まあ、ぜひね、引っかからないように、皆さん気をつけてくださいという啓発動画って言っていいのかな、でした。というわけで、ちょっと声もガラガラなので、ちょっとまあ、いろいろ喋りたいこともあるという場合ありますが、まあ、あんまりね、ぐだぐだ喋ってもしゃあないんで、この辺で終わります。というわけでね、この警告というか、まあ、この動画を見て、一応ね、被害者が減ることを祈っております。ではでは、お疲れ様でした。バイバイです。